はい、こんにちは、アナちゃんです。今日はですね、このサントリーのプレミアムモルツね、これにね、なんかこの神泡サーバーっちゅうのが、これおまけなのかな、で、こんなのついてたって言って、アナザーさんあげますってもらったんですよ。で、この神泡のこのサーバーのおまけを使ってアワアワビールを作ってみたいと思いますね。じゃあプレモル、私プレモルはね結構ね飲みますよね。じゃあこれをこうつければいいのかな。いいよ、あ、ついた。じゃあね、これビールジョッキ用意しました。で、これなんか本当はある程度これでついでから、これをカシャカシャやると泡になるらしいんですよ。なってんの？あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ね、あ、なってる。なんか音はしましたね。ちょっといいやつ、えい、ちょっと飲んでみていいですか。いただきます。確かに泡泡だ。面白いですねこれね。ちょっともっと泡泡にしちゃいましょうよ。面白いこれ。泡だらけです。あ、美味しい。でもこれ泡にこれでして、なんだっけ、あのフローズンビールとか作るのいいかもしれませんね。泡の状態でね。でね、このビールに本来使うもんですけど、泡が立つね、あのビール以外のものって言ったらね、やっぱコーラかなと思ったわけですよ。で、うまくいくか全然わかんないんですけど、この神泡サーバーをこのコーラにねつけてみて、コーラで泡を作ってみれないかなとか思っちゃった。で、これあのペプシコーラ買ってきたんですけどね、これがね微妙に缶が違うからね、くっつかないんだよな、この神泡サーバーが。これ押さえた状態でうまくいきますかね。いきますよ。あ、怖いな。えい、いけ、あわわコーラできろ。どう？多少泡出しますね。でもダメだ、もっと頑張れ。えい、どうですか。あんま泡はなんないです。こぼれちゃった。あんまりコーラは神泡にはならなかった。でもこれビールで焼くとやっぱりね、泡はなりますね。なので、ぜひビールの泡が好きという方にはこれおすすめでございますね。はい、ということで割と普通な内容になっちゃった。よかったらチャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。